日本鹿児島県鹿児島市、清稜清稜は、鹿児島県鹿児島市の町底。郵便番号は8 9 0 0 0ロ3 2人口は12,341人。世帯数は5,548世帯。清稜1丁目から清稜8丁目までが設置されており、清稜1丁目から清稜8丁目までの全域で、住居表示を実施している。 株式会社上野城によって西号団地として造成された住宅団地である。鹿児島市の西部、新川の中流域の丘陵地上に位置している。町域全体が西別府町と田上町にまたがる台地を西号団地として造成した新興住宅地である。最も低い位置にある西領3丁目から最も高い位置にある西領8丁目までの斜面上に住宅が 多く所在している。町域の北方から東方にかけては、田上、北方には西別府町、南方から西方にかけては、田上町、西方には五家別府町がそれぞれ接している。教育施設は、町域の西部には、鹿児島市立清涼中学校、東端には、鹿児島市立清涼小学校が所在している。また、北東端部には、鹿児島インターチェンジがあり、 町域の西部を、イブスキスカイラインの清梁トンネルが地下を通り、町域の北端を国道3号鹿児島バイパスが東西に通っている。清梁という町名は、多垣の西の丘に位置していることに由来している。西号団地は、多垣町と西別府町を新たに造成され、作られた団地であり、西号団地という団地名の由来は、昔この付近で、 西郷隆盛が狩りをして楽しんだ場所であったことに由来している。西郷団地は田上四4丁目に本社を置く、株式会社上の城によって1コ区ク、2甲区ー3甲区に分けて造成が行われ、1甲区ーは1968年、2甲区ーは1979年、3甲区ーは1977年に造成が開始された。1978年に、 鹿児島市立清涼小学校、1984年には、鹿児島市立清涼中学校が設置された。1980年7月28日に、田上町、西別府町の各一部にあたる西合団地地区において、住居表示が実施されることとなり、町域の再編が実施された。田上町、西別府町の各一部より、清涼1丁目、清涼2丁目、 西別府町の一部より、西領3丁目、西領4丁目が新たに設置された。1988年2月15日には、西別府町、多賀美町の各一部にあたる西合団地地区の残りの区域で住居表示が実施され、西別府町の一部より、西領5丁目、多賀美町、西別府町の各一部より、西領6丁目、西別府町の一部より、西領7丁目、 西梁八丁目が設置された。その他に、西別府町の一部が、西梁二丁目及び西梁四丁目、多賀美町の一部が、西梁二丁目に編入され、1990年2月13日には、多賀美町の一部が、西梁一丁目、西梁三丁目の各一部に編入された。1997年2月17日に、西別府町の一部が、西梁三丁目に編入され、 1999年には、田上町の一部を、西梁6丁目の一部に、西別府町の一部を西梁7丁目の一部にそれぞれ、編入した。2016年2月1日には、西別府町の一部が西梁7丁目に編入された。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。 鹿児島市立清涼小学校市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。西郷団地に関するカテゴリー、ありがとうございます。